えー、牛牛場が食品偽装した件で、めちゃくちゃもう働いていたのでどう思いますかそう、牛牛場は食品偽装っていうのがちょっとわかんないんですけど、なんか牛の性別がオスでしたっけメスでしたっけちょっとどっちか忘れたんですけど、仮にオスだとして、オスの牛しか使わないよっていうね、話をしてたらしいんですよ。でも、メスの牛も使ってたっていうことでちょっと問題になしたんですけど、その日ね、実はね、宮迫さんとね、あの宮迫さんが謝罪動画を出した日に、たまたま飲む機会があって、宮迫さんとちょっと話したんですけど、相当ね、やっぱり やっぱね、落ち込んでましたね。もちろんその、結果的に嘘をついていたのは、まあ良くないし、直さないといけないところだとは思うんですけど、まあ宮迫さんからするとスタッフに任せていて、本当にいい店にしたいと思ってやったのにも関わらず、まあそういうミスが起こっちゃって、まあ気持ちはわかんなくないんですけど、少しのミスでもすげえ叩かれるじゃないですか。それって宮迫さんが目立ってるからなんですよ。普通の飲食店だったらそんなにニュースになったりしないんですよ。で、山表に立つっていうことはそういうことなんだなって思いました。でも、僕はあの対応良かったと思うし、ちゃんと動画で説明をして視聴者に誤解を解いて、ことの経緯も まあ騙すつもりはなかったってことをちゃんと説明できたのはすごいお店としてはある意味で信頼できるって思われるんじゃないかなって思いますはいまたね同じことをやったら信頼なくなっちゃうんですけどやっぱオープンしたてってやっぱ問題あるんですよ 絶対。それはやっぱり温かく見守ってあげてほしいなって思います。それは僕働いてたからとかじゃなくて、普通にね。で、なんでね、その肝心の牛を間違って使ってたかっていうと、例えばコストを落としたいとか、安い牛を仕入れて大儲けしたいんだとか、そういう動機じゃなくて、シェフの人が純粋に、やっぱその牛もね、日によって入荷の状況が変わるんで、一番美味しい牛を見つけたいと。一番美味しい牛を供給したいなと思って、仕入れた結果、たまたまメニューに書いてあった違う性別の牛さんを使ってしまったっていうことなんで、動機が、 お客さんんに美味しいいものを届けたいなんですよそういう風になってしまった動機っていうのは。別に騙したいっていうわけじゃないらしいんで、そこはね、なんか大きいんじゃないかなって思います。でも怖いっすね。ああいう風にさ、少しのミスであんな風に炎上するっていうのは、怖えだって思ったんで、それは宮迫さんが目立ちすぎてるからだと思うんで、まあ、またね、飲食店なんで何が起こるかわかんないですけど、炎上しないでほしいなって思います。僕も一応働かしてもらったんで、なんだろう、こう、思い入れはあるし、やっぱコメント来るんで、こうやって。うん。 頑張ってほしいです。でも、宮迫さんは結構本当悩んでましたし、僕はまあこれは別に忖度だけでその見た、見た様子としては悩んでたし、本当に成功させたいなっていう熱い思いは感じました。あの人だって、フルで働いてたみたいですよ。フルで今も働いてるみたいですよ、3月。なかなかさ、YouTube でやったりとかさ、いろんなことやりながら、店舗にずっと立つっていうのは、結構できないことだと思うけどね。自分がやれって言われたらできないもん。まあだからね、詰め甘い部分あると思うんですけど、それもステップアップして成長していけばいいんじゃないかなって、思います。 頑張ってください。本当に。僕はマジで牛肉上絶対成功するって最初から言ってたし、僕は言ってたんですよ、ずっと。あれは成功しますって。で、失敗したら、あぶじる嘘じゃんってなるんで、僕の名誉にかけても成功してほしいなって思います。はい。えー、ごめんなさい。さっきの押すか牛かどうかわかんないです。僕も今、ちょっとね、あの、記憶が定かじゃないですか。ただ確か押すか飯かは、ちょっとどっちかわからないど、っちかの性別しか使わないよって言ってたのに、両方の性別の牛を使ってたっていうような問題になったって感じなんで、はい、お願いします。 切り抜きをご覧いただいてありがとうございますチャンネル登録お願いします